日本代表 MF 同安律25が3日、前日2日に発表した結婚について語った。森保ジャパンは3日に千葉県内で合宿を開始。練習後、同安が取材に応じた写真、さ間ま堂安律の熱愛報道に興味津々、昔グラビアやってた。同性期間も長い方なので、何か新しいことが進むわけではないけど。 より一層かっこいい男になっていきたいと結婚を機に決意を新たにした同案。1月に入籍したものの、発表が6月になった理由について、席は1月に入れていたけど、アジアカップもあったし集中したいということで。その時に発表して自分が、成績が良くないと、どうしても女性の方に批判などが幾とかわいそうなので。 そこはシーズン終わってから発表しようと思って遅れた、とお相手に配慮したためと説明した。アジアカップの際は、席を入れたけど、プロポーズをしていなかった。いろいろと切羽詰まっていたので、順番が逆になっていたので、ちゃんと終わらせてから発表しようと、と改めて強調。気になるプロポーズの言葉については、言わないですよ、教えないですよ、笑い、とけむに巻いていた。